さんね、今年ね、お正月元旦からも突然の、ね、地震で本当に大変な思いをされたかと思うんですけれどもですね、私ですね、実は出身が神戸にありまして、ちょっと年齢がバレちゃうんですけど、ちょうど29年前の阪神・淡路大震災の時に、自分は17歳でちょうど実家にいて、ちょうど、ね、被災者になってしまいまして、その時自分の高校が1週間後ぐらいから授業を始めるというので、もう通えないし、家もちょっとまだ危ないということで、体育館の方でね、避難生活を1ヶ月半か2ヶ月で、もう29年も前なので、ちょっと記憶が曖昧なところもあるんですけれども、だいぶね、あの時も1月17日だったので、本当に真冬ですごい寒い時で、大変な思いをした記憶がやっぱり未だにずっとありまして、今ね、石川の方で避難されている方もとても辛い思いをされているというのがすごく手に取るように分かるんですけれども、次にね、歌います曲がですね、これはですね、東日本大震災の時にね、復興支援ソングとして作られた歌になるんです。こちらはね、ぜひね、今からね、皆さんも聴いていただいて、みんなのこれからこうもね、神戸の方もね、あの時は大変だったんですけど、今はものすごくね、綺麗に復興して、もう何事もなかったかのようなぐらいね、すごく発展したので、これからね、石川の方もいつかちゃんと何十年かかかるかもしれないけど、復興していってくれたらいいなということで、そんな気持ちを込めて歌いたいと思います。それでは、花は咲く、お聴きください。Oh.
ありがとうございます。